さん、こんにちこんは。にちは。じゃあ自己紹介していきます。はい、開花の桃岡こよいです。佐々木亜美です。渡辺美奈美です。琴平もっかです。青木真帆です。南雲沙羅です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日もリモートでね、YouTube の企画をやっていこうと思うんですけど、みんな何かやるかもちろん分かってるよね。今日はなんと学力テストをやります。やばい。はい、そうですね。今回はね、開花で学力テストをやってみたということで、はい、実はもうみんな事前にテストをもらって解いてきたんですよね。はい、教科はそのテストの教科は中1までの国語と数学と英語、そして開花に関する問題もあって、全部で120点満点でした。はい、なんと、合計点数1位の人にはご褒美が、そして最下位の人には罰ゲームがあります。やばい。いやー、やばいですね。やばい、自信あるな。やばいですね。え、これさん自信ありますか？ある。やだだ。やばい、簡単でしたって。これで最下位だったら言ってるけどね。いや、多分こよいさんとあみとモカちゃんはないんだよ、最下位。ねえ、絶対ないから。自信ある、自信ある。やだな、怖いよ。うちらだよ、やばいの。最年少とサラだからやばいの。やだ。どうしますか。じゃあもう早速ね、行きますか。では、まずは国語から行きたいと思います。はい、国語は40点満点らしいですよ。おじゃあ見ていきますか。いけ。嘘でしょ。やった。すごい。37点ってめっちゃ高くない？嘘でしょ。私めっちゃ自信あったのに。なんか結果は1位が2人いて、桃岡佐々木が37点です。嬉しい。すごい、いいですね。すごい。国語得意の南雲さんはあれ、はい、1点違い。はい、めっちゃ超自信あった。南雲2位だ。すごい。イエーイ。ちょっと自信あったのになもか。36点ですね。続いて3位いきますか。はい、琴平32点。まあここまではね。まあいいんだよ。そう、ここまではだいたい予想ついてんの、みんな。国語に関して。ね、よかった。危ない。危ない。ね、よかった。国語が一番やばかったから、もう本当に渡辺23点でした。南ちゃんですね。安定ですね。もうやだよ。やばい、もう安定ですね。もう最初から全部のあれを使い切った気がする、体力を。確かに、そんな。まあ私国語しか望みがないからさ、それで2位だったからもう終わったんだよね。もうダメだ。みなみとかまほは難しかった？いや、もう漢字は本当にわからない。意味がわからない、マジ。もうなんかでも友達に聞くと、全然簡単じゃんみたいな感じなんですよ。うん、自分がバカなんだなと思って、やっぱ漢字は無理ってことがわかりました、今回。じゃあ次の教科に期待ですね、これは。はい、数学は得意なんで。はい、うん、で、なんかスタッフさんが、はい、なんか気になった回答があるんだけど、うん、佐々木が、許しを乞うっていうね、やつがあったんですよ。その乞うが、これ何ワンちゃん？クッキーを書いたのかな。はい、クッキーを書きました。ねえ、に変わったらゼロだからな。いや、わかんないから。ウケる。舐めてる。モカちゃんもさ、絵描いてたよね、横に。違うよ、あれは名前記入欄に書いただけ。回答欄に書いてないもん。そしてね、みなみ、体育館にプールを併設するっていうのがあったんだけど、うん、
それが大切になってますね。大切になってますね。ちょっと見間違えた。なんで？なんで？どういうこと？どういうこと？大切にしたの？大切に見えちゃって。プール大事っすか。文章的にどう考えてもおかしいじゃん。タイグターにプールを大切にする。なんで読んでないの文章。やばいな。もう早速バカ発生しますね。やばいですね。そんな感じで、じゃあ続いて、はい、数学いきますか。はい、数学は10点満点。10点満点で結構簡単な問題で、声もすごい簡単だなと思った。いや余裕でしたよ。いやあれは余裕でした、ね、数学やばい。やばい、やばい。行きました。やったー、やったー、やったー。青木9点1位やった。もうこれもうめっちゃ嬉しい。青木うそ、よっしゃ。2位佐々木8点。やばい、アミでしょ。アミ頭いい。やっぱね、もうこれは一生青木数学とかやってないくわ。やばいやばい。カイカの数学担当だわ、やっぱ。3位は、あ、2位は私。2位やったー。小江さんも同率。すごい、同率だ。すごい、やばいな。ハッキングする。やばいな。次からですね、問題は。なぐも1位。待って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 、嘘でしょ。もかちゃん、もかちゃん、やった。嘘でしょ。待って待って、2盛り出たんだけど。待って、あ、2点。トシだ、2点。待って待って、10点待ったばっかのもかちゃん。やばいよそれは。大会や、何をどう間違えたの。みなみ何点だろうで。0点。嘘でしょ。0点やばすぎる。すごいね。数学絶対一番簡単だったよ。やばいって。一番余裕だった。嘘でしょ。自信あって0点はやばい。いや、いや、やばい。間違うのあの問題を。やば、めっちゃ弱い。や、長間さんは途中までの式全部合ってんのに最後の計算が間違ってて全部分かんないみたいな。え、なんか絶対合ってたんだけど、あれ何が間違えたの。だからやばくない。私0点だと思ってたのになんか2点も取れてちょっと嬉しかった。いや、だから1問合ったってことじゃない。1問合ってたでしょ。待って、めっちゃ自信あったんだけど。予想外だと こっちゃん大変ですね。どうなってますか。え、なんで。やばいです。ちょっと、え、なんか、あれ、なんでですかね。でも今回の問題結構さ、分配法則とかさ、そういう系じゃない。だからそれができたら一級の形式ですよ。合ってた気がするけど、ね、あ、なんか多分なんかちょっと手違いが起きたのと。じゃあここから本領発揮ということでね、もかちゃんは。そうだよね。どうなる。そしてみなみさんは大逆転があるのでしょう。やばいよやばいね。家でしょあなた。満点取ってうちらが英語めちゃくちゃ低かったら。そうだよ、確かに。いや、英語自信ないわ。マジで自信ない英語。それな、英語はやばい。英語多分ね、ちょっとダメ。本当にダメな気がする。英語に行きましょう。はい、英語は31点満点でした。はい、どうだった。みんな手応えはありました。ダメダメダメ、なかった。無理無理、なかった。英語の学位強化じゃないから。無理無理。これ1位取りたいんだけど、これ。あ、もう終わった。やばい。最下位だけは嫌。アミ、アミ20点。すごい、さすが。え、でこ、え、マジやば。やばくない。あ、うわ、2位小宵さん19点。なんで。すごい。え、どこ間違えたの。1点。普通に気になるんだけど。3位、青木17点。マジやった、ありがとう。やった。4位はもかちゃん、ラグも15点。もかちゃん
そしてここからですよ。やばいよ。5位ことひら。やばい。それはやばいって。みなみ何点だったんだろう。ちょっと5点だった。なんやばいやばいやばいって。さすがにすごい。すごい軽くショック受けて、なんかもう今日課題できないよ。あれだよあれだよ、もうなんかさ受験終わってさ気抜けちゃってんだよ。え、ちょ聞いてください。私本当は頭いいから本当に。あ、なんだよなんだよ。それは言えてないよ。それはよくないよくない。違う。そういうテストだからこれ。抜き打ちだからこれ。やだ、バカとかは嫌だ。それはもう使わない説明ないからね。本当にね、やだ、ダメだよ。頭いいって名乗っちゃダメだよ、それは。ダメだよ、それは。そうだよ。私よりバカだった。大きく逆転だな、一応。マグモさん結構良かったですね。そうですよ、皆さん。なんかやっぱ、バカって言えないですから。言えないですから、もう。え、もう悔しい。面白いな、これ。もうめっちゃ嬉しい。え、もう5位で十分だったのに。スタッフさんがちょっと気になったのがあったらしいんですけど、はい、真帆、真帆が、うん、はい、私は中学生ですっていうね、出た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 。これで、ね、真帆がI'm Junior High School これは中学校ですに、な、私は中学校ですになっちゃいますよ。そうですよ。え、これでもそもそもジュニアの、あの字が溜まってないんですよ。掛け合わなくてジュニアが、ね、で、まあ、多分これはもう捨てたもんだと思って、で、多分ジュニアに気を取られすぎて、あのスチューデントを書き忘れたっていう。じゃあ中学校。おもろ。中学校。はい、バカが出てますね、ちょっと。中学生ちゃんとジュニア書けなきゃ。やばいよ。そしてみなみが珍回答の連続だったらしいんですけど、私はアキラの弟ではありませんっていう英語があったんですけど、これをみなみは I am not アキラ 's mother って書いてて、なんでなんでママになってるの。なんで弟がやばいやん。なんでわかんないです、もう。いや、マザーはやばいって。さすがにちょっと。ちなみに、ちなみに今わかる？わかんないです。やばいよ、弟わかんないの。重症なの。マジ？みなみさんは一体どういう頭のあれなんですかね。構造されてるのか。受験できる、やばいよ。いや、ちょっと心配だよ、私。ねえ、心配になってきてる。え、もうなんか、みなみの回答見てみたい、普通に。ね、全部で見たいって。ねえ。ていうことは、今、アミが1位で、声が2位ってことかな。うん、そっか、カイカあんだ、やばそうですよ、最後です。やばいです。カイカに関するテストですよ。これは間違えられないですよ。これ自信なかった。間違えられない、本当に。間違えられやばい。で、これ39点満点だったんだけど、満点が取れたのが1人ですって。やばいな、やばいね、それ。見えたと思うわ。うん、それみなみちゃんだと思う、私も。絶対みなみ。確かに。みなみちゃんか、こよしさんか。いや、これ絶対ない。でも、でも、じゃあみなみちゃんだわ。6人って1人しか、その全問正解できなかったってことですからね。やばいよね。1個やばいやつだったから。そう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 。1個やばいやつだったから。やばいもんだったから。じゃあ、もう早速1位から見ていきましょう。はい。みなみ、おぉ、すげえ、逆転。ありがとうございます。クイの39点でした。ほんとだよ、勉強しろ。勉強しろ。やばい、カイカ大好きすぎるよ、それは。続いて2位は琴平、佐々木、青木、33点。イエーイ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 。ちょっとやばい、これ最下位かもしれない。これ最下位だ。
任せて大丈夫よく。なぐも31点やばあれ小指さんちょっと小指さん私何点私何点だったんだろう。あー30点30点まあまあまあ、まあ、マジでね自信なかったの。やばいね、すごいな、やばいね。ねすごいね。で、なんかもうかこれ危機感感じてきたんだけど。総合点。怖いな。え、ちょっと怖い。あのモカの誕生日を間違えてますね。そう違います。ね、21日と書いてあります。あの1日ですよね、多分間違えた。なんでなんで間違えんの。ごめんね、モカちゃん。え、でもさ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 、アミとかもさ、怪しいって言ってたやん、最初。みなみちゃんとモカちゃんが分かんないみたいな。みんなモカの誕生日分かんない。ひどくないお前ら、誕生日近いじゃん。ごめん、モカちゃん。本当だよ。そして、でもなんか私、あ、こっちゃんは、マホの誕生日を間違えて、5月30日。あ、惜しい。やってんな。人のこと言えないじゃん。おい。あれ？え、でも違うの違うの違うの。アミにもアミにも小宵さんと青木はどっちか分かんないって言われるの。分かるよ。30か31だから1ヶ月違いだから分かんないみたいな。え、カレンダー見ればいけるんだ。何年一緒にいんのよ。カレンダー見ればいける。え、小宵さんもなんか間違えたみたいな。言ってもなんか、ね、アミとミナミの誕生日を間違えた らしい。あれもでも、いやでも私は小宵さんは覚えてなさそう。うん。確かに。マホは近いから覚えられるんだけど。でも私結構わかりづらいですよ。そうかな、わかんない。めっちゃ覚えやすい。めっちゃ覚えてる。アミの誕生日が一番覚えてる。うん、アミの誕生日が一番覚えてる。でも12月なのは知ってるよ。それは3人いるんですわ。3人いるからね。いつだっけ、わか忘れたわ。7か8ですよ。8です。8か。みなみいつだっけ、夏だっけか。夏だよね。大雑把すぎ。やばいよ。しっかりしてリーダー。もう大丈夫ですか。覚えます。できたんだな、みんな。じゃあ、なんか1週間前くらいだったら教えてよ。私の誕生日ですって。はい、分かったの。もうすぐですよ、青木。もう、多分これが、そうだよね。多分、これが乗ってる頃には終わってると思うんですけど。うん。もう4日後とかですね。そうだね。なぐもがね、一番覚えやすいんですよ。うん、覚えやすい。そうなんです。うん、ぜひ覚えてください。そして、流行り歌の CD、はい、トラック1話の問題がほとんど間違えてた。これ難しかった。これめっちゃ難しかった。分かんない分かんない。じゃあ絶対シャルじゃないって。そうシャルルじゃないってみんな言ってた。シャルルはないって。シャルルはシャルルなんだけど、シャルルはなくてつぼみか泳げたい焼きくんだと思ってたら、まさかのシャルルだったっていう。みんなもすでに5人多分間違えてるんですよね。そうそこで多分もうみなみちゃんしか合ってない。合ってないね。泳げ間違えた。私も泳げって書いた。私も泳げって書いた。間違えた。つぼみは最後かなと思ったの。そう、シャルルって書いてる。えろくない。なんか順番だと思ったんですよ、その年代順みたいな。だから泳げつぼみシャルルかなって思ったんですよ。そしたらシャルルだったっていう感じです。なるほど。はい、じゃあ合計発表いきますか。はい、あ、待って、合計が危ういんですけど、120点満点。はい、で、何位からいきますか。5位からじゃあ5位からいきましょう。はい、5位はやだ。5位、琴平7点。あ、危ない。あった。待って、もうか3位以内に入るわとか言ってたのにさ。危ないね。モカちゃんより。は4位。4位、怖いな。4位はあれです、ナグモ24点。まあ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 、嘘でしょ。モカちゃん、モカちゃんに勝ってる。まあいいや。まあ違う、これは違うから大丈夫。モカちゃんに勝ったし、いいや。
違う、これ学力じゃないもん。3位、青木87点。87点です。え、もうこれはあのママに報告ですね。3位だったよって。やったー。そして2位が、おお、私94点。おやばいぞやばいぞ、わかったな。おやばいぞ。そしてやばいよやばいよやばいよ。1位と1位と5位は、どっちだ。あ、6位は、え、なんで。1位。おめでとう。さすが。そしてさすがですね、やっぱり。みなみ67点でした。やばいですね。赤点は回避ですね。いやーでも確かに、まあ、予想はついてたって感じでしたね。120点あるからさ、赤点って言ってもさ、結構低くね。120点満点中だったら、うん、30点ぐらいじゃない？3位でそう。赤点だった。うん。まあ、まあ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 。まあまあ。よかった。よかったよ。いやー、ちょっと、ちょっとな。行かないな。めっちゃショック受けてる。違うの？あの、聞いてください。受験期はめっちゃ頭良かったんだけど、やっぱ人は勉強しないと衰えるものなんですよ。そういうこと。それが分かったってこと、今回は。もっともっと頭いいもん。言い訳してまーす。めっちゃ言い訳してる。違う、言い訳じゃない。これは言い訳だよ。いや、言い訳だよ。違う、これからまた頭良くなれるし。いいんだ、もういいよ。普通に高かったのが。そうですよ、皆さん、もう私のことはバカとは言えません。言えませんので。モカちゃんの方がこれからバカって言われちゃうね。そうだね。そうだよ。あーね、本当に違うんだ。逆転ですね。だから、ちゃんのダメだからね。カイカのバカはこっちゃんとみなみ。ねえ、ちー。やめてください。やだ。頭いいチームですね。イエーイ。ということで、ご褒美と罰ゲームは後日、スタッフさんが準備してくださるみたいなので、はい、楽しみに。わあ、いいな。行ってください。いや、罰ゲーム気になるね。みなみちゃんめっちゃ嫌がってたもんね、罰ゲーム。確かに。だって自分が最下位になるの分かってたから、あの、やつを頑張った人にしようとしてたんですよ。ね、思った。その一人ずつ案を、一人ずつ案を出してた時に、みなみだけ頑張ったでしょうにしようみたいな。そんなことはできませんよ。それはずるいよ。はい、ということで、はい、学力テストのご褒美とバスゲームのゲームですね。まず1位は、1位は、はい、佐々木さん、佐々木亜美ちゃん。そして2位じゃない、最下位は、はい、佐々木亜美ちゃん。そう、バスゲームと最下位。罰ゲームとご褒美ということで、はい、うちらまだ知らない、知らないから、ちょっと怖い、ドキドキしてるけど、まずご褒美、そうだね、ご褒美から、じゃあまずやっていきましょう。なんだろう、なんだろう、じゃん、おお、すごい、なになに、すごい、天才だ、天才だ、すごい、え、ビッグだって、とりあえずみなみちゃんが、いや、食べたいって言って。
て、それで結局食べるんかいって言ったよ。そうそうそう、言っちゃってんのバラした今落ちろ落ちまって、うん、はい、ということでまあね、このご褒美は後でご褒美食べてもらってということで罰ゲームやっていきましょう。いいよ、はい、どうぞ食べてみてください。食べてください。もう一気にちょっと匂いかな。そうだよね、匂いよ。開けよ、開けよ、カメラってるけど、にらめっこしてるから、チキンやですから。匂いは、でも匂いはいい、おかしい、おかしい、なるほど。はい、あーベビーさん大丈夫ですね。いいと思って、1個だけ、1個丸々口に放って、いけ、せーの、かわいい、かわいい、怖い。水だから大丈夫。最悪、ね、辛かったら。せーの。やばいよ。最初美味しいんだよ、多分ね。あと軽く。お？もっと？怖い反応が怖い。え？怖い怖い怖い。これ後からでしょ？怖い。食べます。美味しくいただきます。